おいでー。ちょ、生ビール持ってきて。生ビールですか？あ、ビール、はい、持ってきて。あ、ちょっと、お客様お若く見ますので、うん、年齢確認できるもん。あ、そんなん持ってへんって。はい、持ってきて。いや、ちょっと若いと、うん。お出しできないんですよ。うん。あれ？なんか見たことあるな。そんなん知らんし。あ、地元どこ？うん、タデラ。あ、タデラですか？うん、そうやで。じゃあ、あの、京介とか知ってる？あ、京介先輩ですか？あ、京介知ってんの？はい、知ってます。あ、喧嘩無敗の京介さんですよね。あ、友達やねん。え、そうなんすか？うん、一緒によく飲みに行っててさ。あ、そうなんすね。え、京介の先輩ってことは、え、もしかして、何歳？19です。そうやな。はい。え、何飲む？オレンジジュースで。未成年がお酒を頼む時の店員の違い。三流店員。お願いします。わしもりです。あ、ありがとうございます。お酒を飲むものをお伺いします。あ、生で。あ、生ビールで。はい。あ、はい、わかりました。はい。失礼します。二流店員。わしもりです。あ、ありがとうございます。お酒を飲むものをお伺いしますね。あ、生でお願いします。あ、ちょっとお若く見えますので、はい。年齢確認できるものとかありますか？あー、ちょっと持ってないですね。あー、持ってなかったらちょっとお出しできないんですよ。あー、そうなんですね。すみません。あー、わかりました。一流店員、はい、あ、ありがとうございます。生で。生ビール。おう。2003年5月11日大石座後藤雅也くん。え、みんなには彼女がいるって嘘ついてるけど本当はどうで。え、飲み物何にする？え、オレンジジュースで。チャンネル登録よろしくお願いします。